のどこかにいるはず。早く探さなければ。邪魔な巨人がうようよいやがる。これじゃエレンを探すどころじゃねえ。ひとまず巨人の数を減らそう。そうすればエレンを探しやすくなるはずだ。よし、倒すぞ。片付け当てたか。よし、討伐した。行く。ライナーもベルトルトも敵だったなんて信じらんねえ。ヤツらの口から直接聞くまでは。もう一つ。次だ。強くなってるな。素直に尊敬するよ。やっ、巨人の数が多いな。無事でいろよエレン。今ライナー、ベルトルト、どうしてこんな。君は前線に出ない方が。何度も言ってるけどそれは無理。ユミルがさらわれたのに待っているなんてできない。討伐した。このままではエレンが連れ去られてしまう。急がなければ。エレンがおとなしく連れ去られると思うか。いや、力の限り暴れまくるはずだ。大丈夫さ。ミカサ、任せた。同行しよう。この叫び声、サシャ、もしかしてユミルか。ユミルの巨人の姿です。おいユミル、どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。ユミル、よかった、無事だったんだね。え、嘘。クリスト、食いやがった。
フリストまで連れ去られるわけにはいかねえ。追わねえぞ。我々も作戦を開始するぞ。まずは森林内の気候種を撃破せよ。討伐対象は気候種のみ、通常種は無視せよ。我々に残された時間はわずかだ。急げ。先ほどの命令、何か狙いがあるような。何を企んでいる。討伐した。だけを倒せとは一体どういうつもりだ。確保。巨人を引き連れたままでいい。私についてこい。やめろエレン、甘えられるな。そりゃ無理があるぜベルトルト。そいつを怪しつけるなんて不可能だろ。まあ出てこいよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。今までずっと騙してたのかよ。お前ら今まで何考えてたんだ。こいつらは人類の害、それで十分。誰が人なんか殺したいと思うんだ。確かにみんな騙した。謝る資格なんてあるわけない。けど誰かお願いだ、誰か僕らを見つけてくれ。ベルトルト、エレンを返して。ダメだ、できない。お前らそこから離れろ。信じらんねえ。どういうつもりだエルヴィン。巨人を引き連れてきやがった。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。総員突撃。あれはユミル。邪魔をするなら先に殺さなくては。
私は邪魔する者を殺すだけ選んで、ユミルだってライナーたちに従わないと殺されるの。選択肢なんてないんだって。尊重できる命には限りがある。そしてその相手は6年前から決まっているので、私に情けを求めるのは間違っている。なぜなら今は心の余裕と時間がない。クリスタ、あなたはエレンとユミル、どっち？あなたも邪魔をするの？鎧の巨人に取り付け！エレン、今行くから。やっとここまで来たんだ。故郷に帰るんだ。ベルトルト！いいの？二人とも仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って兄を置いていくの？兄なら今地下深くに幽閉されて拷問を受けてるよ。今この瞬間にも兄の体には休む暇もなく、さまざまな拷問が。悪魔の末裔が根絶やしにしてる。
どうするの？投げてきやがった。くそ、仲間と分断されたぞ。エレンを奪われたら人類の負けだ。早くエレンを見つけないと。くっ、かなった。雲に動いてたら手遅れになる。まずは上がっている縁壇の方へ向かおう。やった。分断されたままじゃヤバいぞ。他の班を救援して舞台を立て直さねえと。そうだね、エレンの情報も得られるかも。可能な限り救援していこう。始末やる。救援要請だ。はっやる。倒した。話もできねえよ。トニー、お前ら大丈夫か？加勢してください。クリスタたちと話がしたいんです。当てた。これ討伐した。助けたぜ。これでクリスタたちと話ぐらいはできる。あとは私たちがクリスタとユミルを説得して戦線に戻ります。当たって。もう一押し。中東兵団が巨人と戦ってる。放ってはおけない。加勢しないと。当てた。落ちた。はっ。えっ。倒した。おかげで命拾いした。エレン・イェーガーを捜索中なんです。何か情報はありませんか？それは分からないけど、南の方に調査兵団の人がいたはずだよ。調査兵団直前までエレンの近くにいたかもしれない。行ってみよう。エレンの野郎もそうだが、ミカサは無事なんだろうな。討伐した。まずい。憲兵団の奴が巨人に襲われてる。やられちまうぞ。助けねえと。倒す。急に壁外へ連れてこられたと思ったら、なんでこんな目に。クソ、エレン・イェーガーを探
探しているんです。何か知りませんか？ギーガーなんて知るか。おかげでこんな目に遭わされてんだぞ。ありがとう、助かったわ。よし、倒した。調査兵団が交戦中だ。加勢するぞ。始末。あの縁談、助けが必要だな。次、助かった。礼を言う。エレンを見ませんでしたか？一刻も早く保護しないと。ギエガーなら心当たりがある。急いで向かおう。巨人になれなきゃ意味ねえだろ。俺が今、母さん、俺は何にもできないままだったよ。エレン、聞いて。言いたいことがある。私と一緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私に マフラーを巻いてくれて。ありがとう。そんなもん何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。座標が最悪の奴の手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。ライナーに向かって行きやがった。分からないけど、撤退するなら今しかない。逃げるには馬が必要だ。私が用意してくる。その間ここでイエガーを死守しろ。トーマツさん、エレンをこのまま返すことはできん。ここでケリをつけてやる。倒す。どうし、やった。このままじゃガスも刃も尽きる。拠点を設定するから護衛をお願い。よし、倒した。行く。
巨人が降ってきやがる。死にたくない。とにかく倒すしかないですよ。あの馬の準備はまだみたいだ。何とかして持ちこたえないと。来るんじゃねえてめえら。くそ、ぶっ殺してやる。なんだか不思議なんだけど、あなたといればどんな世界でも怖くないや。エレンとミカサは戦える状態じゃない。二人からあまり離れると危険だ。行く。やっ、当てた。エレンを守ってたんじゃないのか。こんなところまでやってきやがったか。もう少しで馬の準備が完了する。あと少し踏ん張ってくれ。くそ、馬の準備はまだできねえのか。もう限界だぞ。大丈夫か。すまん。ないんだ。こんなことして何がしたいんだ。おい、答えろよ。ちゃん、もう無理だ。この状況じゃライナを倒すしかないんだ。頼む。できるやつとは思ってたが、これほどとは。これから邪魔になるかもしれねえ。よっ、ライナを止めるのに僕に何ができる。何をすればこの状況を変えられる。しつこいやつだ。いい加減に諦めやがれ。やった。年間苦楽を共にした仲だろう。よくも俺たちの前で平然としていられたもんだ。今の俺は戦士だ。どんな手を使ってでも目的を果たしてみせる。
りまずい状況だぞ。馬の準備ができたみたいだ。エレンたちを連れてすぐ離脱するぞ。その時、ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると。まだ確証はありませんが。エルビー、お前何を笑ってやがる。ああ、何でもないさ。我々はいずれ突き破る。真実を隠している壁を。